朝鮮のミサイルに備え、地下鉄の駅や地下街などを避難施設として指定するよう求めています。政府は19日の閣議で、弾道ミサイルが飛来した際に国民が適切な行動を取れるようにするための指針の一部を改定しました。弾道ミサイルが落下した際の避難行動について、普段から国や地方自治体が協力して周知することを明記しました。また、地下鉄の駅などの地下施設を避難施設に指定することや、人口密集地での避難訓練などをより実践的に行うことが明記されました。